はい、今回はゲームボーイアドバンス SP なんですが、あのですね、コメントで純正の SP の画面が暗すぎると、こんなに暗くないよというコメントがありましたので、まあなんでしょうね、一応ちゃんとね、純正のこのゴールドの方なんですが、 SP フロントライトついています。むしろついていないと何も見えません。逆にですね、こう IPS 版とか101番が明るすぎてですね、ちょっと光を絞っちゃってるせいか暗く見えちゃうんですよね。まあ、その辺を確かめるべく、この左側の2個ゴールドとレッドはですね、何もいじってません。この右から2つ目、こちらですね、これは北米版ですね、101液晶です。で最後こちらが最近改造したIPS 版の液晶を積んでます。まあちょっとね、フロントライト2個用意したのは、まあちょっと1つで比べるともしかしたら暗い液晶になっちゃったのかなということも含めて、一応予備として持ってきてます。まあどんどんつけていきますが、まあ101でもね、通常のフロントライト版と比べて全然明るいですね。ちょっと起動してきませんでしたね。まあ、どうしてもフロントライト今となってはきついとは思いますが、実は暗くすると全然問題なくフロントライト版もプレイできます。最後こちらのね、 IPS 版ですが、まあ眩しいぐらいに明るいんですが、まあどうしてもこう SP とかね、周りに明るいものが出てきちゃうと暗く見えてしまうのはやむを得ないと思います。まだまだ明るさアップできます。ちょっとね、 IPS 版明るくしすぎちゃうとカメラの方がですね、光を絞ってしまうので全体的に暗くなってしまうのかなということで、 IPS 版もねちょっと光を抑えていますが、まあこんな感じで比べていただくと、まあフロントライトもちゃんとついています。まあこのぐらいの明るさだったのかなと思いますよね。ちょっと逆にですね、一番暗くしてみたいと思います。ポチッとまず押していきますと、 IPS 版今一番明るいんですが、どっちから行こうかな。 IPS 暗くするとこんな感じ、101こんな感じ、2段階なんですね。101は真ん中のやつです。そしてフロントライトポチッと押すと全く見えません。まあ、適当にカメラを向けてゲームボーイアドバンス SP のね、標準版映っていると、画面が映っているということは、まあ、大抵フロントライトがついていると思っていいんじゃないかなと。次はですね、真っ暗、電気を消してしまいます。まあ、かろうじてなんか物があることは見えますが、はい、おお、こいつは何かというとフロントライト版です。何もいじくってないやつですが、まあこんな感じで十分にね、明るいんですよ、明るい消すとこんな感じで何も見えません。でもゲームは動いています。まあフロントライトね、特に暗いと威力を発揮するんじゃないかなと思いますが、どうしてもね、全体的に白っぽくなってしまうのが欠点だと思います。まあこんな感じで、こちらのフロントライト版もつけておきますが、まあだいたい似たような感じの色合いというか明るさというかね、この全体的に白っぽい感じが、黒が黒っぽくないんですよ、やっぱ白いんですよね。まあこれが通常のフロントライト版ですが、次がですね、
101と言われてるやつをつけてみますが、まあ圧倒的に明るいというか眩しいというか、フロントライト版との違いが明確に分かってしまう液晶ですね。101でこの性能です。で今回の IPS 版ですね、眩しいですね、眩しい。この光で明かりが取れます。まあ、こんな感じで比較しちゃうとね、フロントライトがいかに暗いかというのが分かってしまいますが、今まあ真っ暗にしてますので、フロントライトでも十分ゲームは楽しめるんじゃないかなと。逆に IPS 版のねやつは結構眩しいですね。カメラで収めようとするとほとんど白くなってしまいます。ちょっとね、先ほどのように光を抑えてみたいと思います。今 IPS 版を最小の輝度にしてみました。フロントライトの方ボタンを押すと消えてしまいます。ライトが光ってませんので全く見えませんね。ちょっと再び輝度を上げていきますが、IPS の方はですね、上げちゃうとカメラ上は真っ白になってしまいますね。まあ、真っ白はカメラ上ですけどね、肉眼では眩しいですがちゃんと見えます。ではまた。